回目の、ね歌のそれぞれ披露してから結構反響があったようですね。あ、すごくね、ちょっとあの問い合わせがうちの方にあったみたいですけど、歌詞がね、はい、どこにありますかって、ちょっと一緒に歌いたいっていう声が上がりまして、で今それをどこかに載せてるんですか。ですね、今それをですね、うちの事務局のものがですね、フェイスブックとあとツイッターの方に載せてますんで、エキスポよさこい2025で探していただいたら、はい、出てくるようになってますんで、はい、皆さんぜひ探してください。お、じゃあもうこの後今すぐ見れば、この後ステージで一緒にすぐ歌うことができる。そうですね、はい、ぜひ皆さんで一緒に歌いましょう。はい、その場で立ち上がっていただいて、手を振るとかそういうのしてもらっても大丈夫だと思うので、うん、どんどん入ってきてください。はい、一緒に盛り上がりましょう。じゃあということで今日は歌のね、総取りのボーカルを務めていただいております、リライのお二方、どうぞステージへ。じゃあここからは皆さんにお任せいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リライと申します。ではですね、ちょっと一緒にサビの部分で大阪ラララ、日本ラララ、世界中ラララ、未来へララって歌あるんですけど、ここ一緒に歌ってもらいたいので一回だけちょっと練習させてください。皆さん手を一緒に上げてでかい声で声出してください。ではいきます。 3, 2, 1 大阪ラララララ
盛り上がりましたね。先ほどもねお話ありましたように歌詞の方が、Facebook それから Instagram の方で、載っているということだそうですのでね、気になった方ぜひぜひこの後ねチェックしてみてください。いやーこれをねこの曲